ルーズボールは竹がつないで田村仕掛けていく田村シュートだー決まった先制福島田村が自分で仕掛けていって前半の43分田村の今シーズン4ゴール目ディフェンスも来ていましたがしっかりゴールキーパーの位置も見て